日本語能力試験1日1問。日本語能力試験1日1問。こんにちは。今日の1日1問は N4 の文法です。では問題です。住所の漢字がわからないのですが、漢字でいいですか ?1、書いたら。2、書かなくても。3、書いても。4、書けば。では答えはどれでしょうか。答えは2番です。住所の漢字がわからないのですが、因為我不識用漢字寫個地址。漢字で書かなくてもいいですか、是不是可以不用漢字寫個地址呢？書く轉做書かない否定形先，然之後轉成書かなくてもいいですか？即是話是不是我不寫都 OK 呢？只要你在我哋學校的 Facebook 專頁度俾翻一個 like， 就會每日收到一條能力試的模擬試題，由 N5 至 N1 都有嘅。你可以先諗下題目的答案，然之後我哋第二日就會解題。如果仲係唔明白嘅話，亦都可以喺 Facebook 裏面發問，我哋會盡量解答。要睇翻過去嘅問題同答案，可以去翻我哋 Todaymire 嘅網頁一日一問裏面，我哋會將過去嘅問題全部 summarize 曬喺度。Todaymire の Facebook ページ、like をよろしくお願いします。